スチュワートはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン旧駆逐艦。艦名はチャールズ・スチュワート提督にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。スチュワートは日本海軍に露革され、第102号小海艇として収益したが、1945年に進駐してきたアメリカ軍によって発見、再編入された。1927年に上海で取られたスチュワート。 左側の艦がプレブル、右側の艦がハルバート。スチュワートは1919 19年9月9日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港された。1920年3月4日にマーガレッタ・スチュワート・スティーブンズ夫人によって浸水し、1920年9月15日に初代艦長 SG ラム隊員の指揮のもとに収益した。 予備役部隊との1年間の沿岸における作戦活動の後、スチュワートは1921年10月12日に大西洋駆逐艦隊に合流した。1922年1月12日から4月22日までカリブ海での艦隊演習に参加し、補修の後、6月20日にロードアイランド州ニューポートを出港し地中海とインド洋経由で、 フィリピンのアジア艦隊へ赴いた。艦隊配属後の翌年である1923年9月5日には、4日前に発生した関東大震災の救援艦隊に参加している。その後は23年間、本国に帰還することなく、太平洋で過ごすこととなる。太平洋戦争勃発後、艦長のハロルド・ P ・スミス少佐の指揮のもとに、 第58駆逐隊の機関を務めていたスチュワートは1942年2月20日にバリ島沖海戦で第8駆逐隊の浅潮型駆逐艦4隻に遭遇して抗戦した。日本軍のバリ島攻略部隊の出撃間近との情報を受けてその攻撃を命じられたドールマン少将は機関の部隊が分散していたため3つの部隊に分けて攻撃を実施することとした。 スチュワートは、軽巡洋艦、トロンプ、駆逐艦、パロット、ジョンディ・エドワーズ、ピルスバリーと共に、第2グループとして、スラバヤより出撃し、第1グループの攻撃後に攻撃を実施する、こととされた。第2グループは、スチュワートを先頭に、バリ島に到着し、まず駆逐艦が、サヌール白地に向けて、魚雷を発射したが、外れた。スチュワートは、 再度来撃を行った後、砲戦を開始。親を満潮との交戦で、スチュワートは被弾して、舵取り機械室に浸水したほか、長弾の命中で、死者1名を出した。続いて、満潮、荒潮が戦場に現れ、ジョンディ・エドワーズとスチュワートに対して攻撃を開始し、戦闘が行われた。2月22日、スラワヤの浮きドックに入居した。しかし、 支え方が適切ではなかったことから、ドックの排水中に指示台から転落し、左の推進軸が曲がるなどの損傷が生じた。港は空襲を受けており、陥落の恐れもあることから修理は不可能であり、艦は破壊されることとなった。スチュワートは3月1日に爆破されたことになっているが、爆破による損傷は警備であったとされる。また、同日、空襲で命中弾があった。 翌日、同地からの撤退の際に、ドックは、スチュワートごと沈められた。3月25日、除九1942年3月8日、ジャワ島を占領した日本軍がスラバヤに到着した。この時、海底に沈んでいる完全には破壊されていなかった、スチュワートを発見し、路角。スチュワートは、スラバヤの第102海軍工作部で、 損傷復旧工事と改造を受けた。この際に4本あった煙突の内前の1番2番、煙突は、甲板状で結合されて、日本式の集合煙突となったが、特徴的な平甲板型船体はそのままとされた。偽装中の1943年6月15日、第102号昇海艇と命名、本籍をクレチンジュフに定められ、昇海艇に類別された。第二。 南遣い艦隊付属に編入されたが、偽装工事は未了で9月21日に偽装を終え艦隊に引き渡された。さらに大やけみ、訓練、受品の積み込み等があり、初任務のためスラバヤを出たのは10月18日のことだった。その後戦団後衛任務等についていたが、日本の勢力範囲内に侵入した米軍にたびたび目撃されたため、スチュワートを バクチン処分させたと信じていた米軍は混乱したという。1944年1月8日、バリクパパンからパラオを経由し、トラック諸島へと向かう、国王丸、日本側及び竹広丸の護衛に早場、島風と共に参加した。5月1日にマニラにおいて竹一船団に加入、護衛任務に就くが道中で輸送船3隻が撃沈され、 輸送作戦自体は失敗した。8月24日、ルソン島のダソル湾沖で、ウルフパックの襲撃を受けた二葉丸の救援のため、第3、南遣い艦隊の命で、マニラから第22号解剖艦と共に差し向けられた。2隻は8月23日18時前に、マニラを出港したが、第22号解剖艦は当時修理中であった。第102号紹介艇も、 当時、艦艦の故障に悩まされており、8月23日も、応急修理を実施していた。第22号解剖艦と、第102号小海艇は、ダソル湾港に到着後対戦警戒を実施していたが、夜が明けてから第102号小海艇が二4丸を誘導するために、湾内に入っていき、第22号解剖艦は湾港において、短艦で警戒を続けた。 第22号海防艦が、米潜水艦ハーダーを発見し、対戦戦闘の末これを撃沈。この間に、第102号小海底は二葉丸を誘導し、ダソル湾を出て、マニラに向けて、航行を開始しており、やがて戦闘を終えた第22号海防艦が、合流して二葉丸の右縁側に張り付き、三隻は8月24日、夕方に無事マニラに帰島した。十月八日、 23戦団に参加。途中の東院島近海において、第38号昇海艇とともに、高尾広域の輸送船を引き連れ戦団本体より、分離、その後高尾へと到着している。11月23日、サンとスマルの護衛のために、第38号昇海艇、第33号区選艇とともに、また34戦団を編成。 高尾を目指し南シナ海を航行していたが、11月25日に、米潜水艦アトゥルの魚雷攻撃を受け、第38号小海艇が合沈。続けざまにさんとスマルも撃沈され、第33号苦戦艇と共に生存者の救助に当たった。11月30日、高尾においてミリーマルと共に非83戦団に加入。道中、敵潜水艦の襲撃によって、 第64号解剖艦が沈没、精神丸が航行不能となる被害を負うが、ミリーマルが精神丸を栄光している間の護衛を務め、船団に再合流、湘南に到着した。12月26日、日本へと向かう日、84船団に引き続き参加し、海高、沖縄などと共に湘南を出港。途中、米潜水艦、デイスの襲撃や、 ミリーマルの食来による船団離脱などがあったが、船団自体は1945年1月13日に文字に到着した。1945年4月26日に、下礼山船団に参加、朝鮮群島から文字へ向けて出港するが、木浦沖を航行していた時に、上空から2機のプビーカタリナが開い、機銃装車によって、甲板上に露出していた。 ラダーケーブルが切断、一時航行不能となるが、船団の噴船によって、敵機の撃退に成功、文字へと帰還した。その後は、暮れにおいて、電炭の設置や、装備の換装といった、兵装強化を施され、新たに創設された、海軍総隊の暮れ陳述部隊に所属。大分の再帰港へと移動し終戦を迎える。10月5日除籍。水屋及び大尉、大意。 少佐、1943年6月15日から1945年6月30日、竹下吉政大尉、少佐、1945年6月30日から1945年10月5日、終戦後、武装解除され、米軍に再接収された時の状態。全部マストが三脚型となるとともに、1番2番煙突を、 結合して四本煙突の原型から三本煙突に改装されていた。演習の標的となり、沈没寸前の状態日本の敗戦により、日本本土へ進駐した米軍は1945年8月に、呉市付近の港湾で、第102号小海底を発見した。10月29日、広島湾に開港され、米軍に引き渡された。米軍は、 スチュワートの自軍再編入を果たしたが、防湿扱いとなっていた、スチュワートの艦名はすでにエドサル9エク駆逐艦の新造艦スチュワートに付与されていたため、本艦は単に DD-224 と故障された。11月8日にアメリカへ向けて出港。しかし、燃料ポンプの故障が繰り返し発生し、最終的に修理不能となって12月14日以降は、 自力航行不能となり栄光されることになった。DD-224 は中条湾、グアム、新宿湾などを経由し、1946年3月5日にサンフランシスコ港に入港した。サンフランシスコに帰還した DD-224 は、ダンプ、浮気なお天場娘などと呼ばれ歓迎された。1946年5月23日に退役し、 5月24日にサンフランシスコ沖で戦闘機のロケット弾の標的として沈められた。スチュワートは第二次世界大戦中の選考で2個の従軍聖賞を受賞した。この数字は特殊兵や臨時増置された人員を含まない。ハーダー、ハット、兵区の三席艇の助席に伴う自動会食。スチュワートから第102号紹介艇、再び、 d d 2 2 4百1 5 1から152ページには次のように書かれている。アセス DD-224 ザ・ボイッチホームには1945年10月にクレカえ軍基地と広島のほぼ中間のところで米軍は旧スチュワートを発見とある。旧スチュワートは港湾へ移動し10月28日にアメリカ海軍に戻った。十月二十九日 クレで最終駅の儀式が行われた。Dictionary of American Naval Fighting Ships スチュワートによれば、グアム島付近で手記が動かなくなった。リカバード・アライド・ミリタリー・パーソネルの略であり、帰ってきた連合国軍人を意味する。第102号小海底に関するカテゴリー。ありがとうございます。